まあそういうことでよ。お前たちにもちょっと休暇をと思ってな。まあ気を使っていただかなくともよろしいですのに。素直に喜べねえのか。言ってることと顔が別々じゃねえか。いいじゃないの。特別公演も一段落したし、みんなも疲れてるでしょ。まあ俺からのプレゼントってことでさ、受け取ってくれよ。はい、ありがたくいただきます。アイリス、パパとママに会いに行く。ほな、うちは作りたかった発明品を完成させてしまおうかな。よしよし、それじゃあもう一つプレゼントがあるんだ。大神、ちょっと前に出ろ。帝国海軍少尉大神一郎、貴殿に南米演習の教官任務を申し渡す。ねえ、俺が推薦しといたんだ。お前はそれだけのことやってのけたんだぞ。花組を一つにまとめ上げて、この帝都の平和を守った。なかなかできるもんじゃねえよ。大神さん、おめでとうございます。大神さんの働きが認めてもらえたんですよね。私すごく嬉しいです。ほれ大神、お前からも言うことがあるだろう。もう将言ったら、面と向かって言われると恥ずかしいではありませんか。まあいいじゃねえか、こういう真っ正直なとこが隊長らしくてさ。せやせや、こういうお人やからうちらはみんな大神はんが好きなんやもんな。お兄ちゃんが一生懸命だからアイリスも頑張れたんだよ。ええ、そうね。私たちはただ隊長の思いに応えたかっただけですもの。大神さんのお力ですよ。私たちがここまで強くなれたのは。だから海軍に戻っても頑張ってください。私たちずっと応援します。それじゃ俺の話はここまでだ。休みは明日からだ。ゆっくり楽しんできな。はい、わかりました。それではみんな解散よ。今日はもう遅いわ。さあ部屋に戻りましょう。私ですけど、少しよろしいですか。あの、大神さん、明日からのお休みの予定、もう決まってるんですか。私は、いえ、何でも。おやすみなさい、大神さん。大神さん、やっぱり私はもう一度。
気は進みませんが、たまには実家に顔を出しませんとね。花小路伯爵の警護任務、私の休みがこれが終わってからになるわね。修行の旅に出る前に親父に一言挨拶しに行かねえとな。パパとママに早く会いたいな。楽しみ。念願やった飛行機も完成したし、とりあえず試験飛行やな。俺に？戦いが終わり、帝都もすっかり平和になりました。今私の胸の中をいろいろな思い出がよぎっています。私は帝国歌劇団の中で随分甘えていました。それがはっきり分かったのです。だから私は自分を鍛えるために旅に出ます。そしてもっと強くなって必ず帰ってきます。大神隊長、私のわがままをお許しください。新宮寺さくら。乙女たち。
誠に勝手ながら、しばらくの間、休演させていただきます。帝国歌劇団。